1週間お世話になりましたんで、ありがとうございました。おめでとうございます。失礼します。というわけでね、改めましておはようございます。おはよう。はい、 RV パーク城崎温泉稲葉屋で1週間過ごしましたけどもね、城崎温泉を1週間堪能ということでね、うん、もう一言で言うととにかく良かったね。過ごしやすかった。キャンピングカーで余裕で過ごせたんですよ。1週間城崎温泉使ったことで俺の顔がかっこよくなってるとか、そういったことあります？はい、じゃあ何も変わってない。おい、うるさかった。おい、うるさくなった。城崎温泉1週間おることでうるさかった。ずっと喋ってた。というわけでね、城崎温泉を出発いたしまして、今からね伊豆市の方に向かっていきます。伊豆市っていうとね、何回も言ってますけど、お蕎麦が有名なところで、もともとはどちらかって言ったら伊豆市に住むという前提で、近くに城崎温泉もあるしええー、なーみたいな、で伊豆市に住んだら伊豆市お蕎麦食べれるしええー、なーみたいなね、ことをゆかちゃんが言ってあったんですけど、今回はね逆に城崎温泉に今1週間滞在ということで、蕎麦がめっちゃ元々好きってわけじゃないねんけど、うん、伊豆市初めて行った時に伊豆市で食べる蕎麦が好きになったって感じ。ああ、もう話終わりですか？城崎温泉は本当に最高でした。城崎温泉で一番良かったことは、なんでもない日がその時が一番住んでる感じやったから、なんていうのかな、うん、それを感じれて、何かというかそこでゆっくり時間が流れるのを感じれたっていうのが、そう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 、それが良かった。つまりタイちゃんと一緒に過ごした時間が心地よかった、そういうことでよろしいでしょうか？タイちゃん大変やった。おい、タイちゃんと過ごした時間が、はい、タイちゃん大変やった。復唱してください。タイちゃんと過ごした時間が、はい、タイちゃんと過ごした時間が、はい、タイちゃんが過ごした時間が、え、タイちゃんはどうなん、私は過ごした時間最高だった。けどやっぱ一番は RV パーク稲葉屋さんちゃう。あそこがなければ今回の旅は成立してないからね。1週間仮住まいみたいにしてプチ移住体験できたっていうことがね、でお店の方も優しい方ばっかだから安心して過ごせたっていうのも、城崎温泉とか温泉街とか美味しいもう食べ物がいっぱいあるとかっていうのも大事やけど、やっぱり優しい人というかね、親切な人とかがいるともうそれだけでその街が好きになるみたいなのあるよね。ある、うん、とりあえず、城崎温泉を出発しまして、同じく豊岡市内にある伊豆市のお蕎麦屋さんの方に向かっていきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。何でご協力で、では行ってみましょう。レッツラゴー、はあんたが言うんや。ゴーはゴーゲーチケース、鳥です。コウノトリが飛んでる、すごい。はい、お疲れ様でした。タンタン、これ面白い、面白くない、面白くない、伊豆市の方に着きました。城崎温泉からだと2、30分で着くんかな、うん、うん。とにかく今日はね、もう朝ごはんも食べずにお蕎麦屋さんに直撃、直接直撃、直接入ります、直撃します。行きたいところが2軒あるんで、もうね朝から行かないと売り切れごめんなんですよ。もう朝一で来てもうパッと食って、で2軒目はちょっと並ぶぐらいのつもりで、ここはもともとね伊豆市場っていう城下町なんでね、すごいこう道が整備されてるんですよね、直進になってたり、こういう風にちゃんとん、駐車場ここに入りましょうか。はーい、いけるかな、大きい車いけるかな、広いくらやろこれ、いくらなのこれ。ありがとうございます。ありがとうございます。前払い400円。はい、ここだとね、これも大きい、これ駐車場、これ広、余裕やな、余裕やろ、バスも止まるからな、これ。これ止めるときはねコツがあってね、曲がって出ないように工夫する必要があるんですよね。はーい、さすがー、さすがー、はーい。タイちゃんじゃないとこの技はできへんのですか？タイちゃんじゃないと、これはタイちゃん専用曲がっとるやないかい、タイちゃん止め方曲がっとるやないかい。はい、お疲れ様でした。はい、というわけでね、城崎温泉から出発して20分ほどで伊豆市そば食べに来やってきましたので、お店は10時からが多いんですよ。
早めに来ちゃってるんですけど、まあ、ちょっと街中散策して雰囲気とか見ていきましょうか。あいうえおいうえあいうえおアホなん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 ゆかちゃん今ね街中歩いてますけどもまだちょっと営業してないですね。朝早すぎた。朝早すぎました。朝一で来すぎました。これが新コロと何回来てもいいな。やっぱりここいいな。うわすごいなんか立派な木やばない。うわ怖っ怖っ。あお腹痛くなるやつ。あはい今ね伊豆市場にね登ってますよ。伊豆市場市に登ってます結構ね階段は数あるんですけど、いやーゆかちゃんすごい。ここ何ああ初めて来た。ああめっちゃご利益ありそう。あこうなってんねや。いやすごいぞ雰囲気が。でっかい木やばいやろ。うわすごい伊豆市の街が一望できますね。気持ちいい。行きましょう。朝ごはんも食べずに来てますから楽しみやね。楽しみ。イエーイイエーイダジャン。イエーイイエーイ。さあ食べていってください。また何もなし。ま、うまん。朝から何も食ってないですからね。うまいね。うまいな。うまい。このままでもいけるな。これがすごいよな。このままでいけるっていうのが。うん。うん。だって甘っ。じゃあ食べていきましょう。ごちそうさまでした。飲むように食べちゃった。開店と同時に入ってしまいましたからね。ちょっと早めに前に立ってたら貸してしまった。ごめんなさい。はい、佐京さんごちそうさまでした。美味しかった。超美味しかった。あで見てこれ伊豆市さらそば食べ歩きマップもらいました。これ今日全部いくん。いや無理やろ穴からそば全部出てくるスタンプラリーみたいになってるんですよ。37個のお店に行くとスタンプをしてもらえると。でスタンプ15個で伊豆市そばが2箱もらえると、うん、で全店舗のスタンプをしたら伊豆市そらそば器セット欲しい。これ伊豆市そば器セット欲しいな。欲しい。37店舗行くんで、すいませんこれからしばらく伊豆市そばの動画になりますんでよろしくお願いします。そう次は近まった。ああまだ並んでへんやんな。さすがにお店がまだオープンしてないんでこれはさすがに。さすがに。あ、すいません忘れてました。これはさすがに。さすがに何のためのさすがに。しかまた今日はやっぱ平日やから空いてるのかな。ここ、ここ、いつもめっちゃ並んでる。いつも並んでるけど行こう。イエーイ。このそば食べるためにゆかちゃん引っ越してきたいって思ったぐらいですから行ってみましょう。頑張っていきましょうか。そばだけです。うん、塩でいけるっていうのがすごい。ごちそうさまでした。うますぎうますぎ。はいお疲れさまでした。もうおそばも食べてお腹いっぱいになったんでこのまま途中にね温泉があるんですよ、ね、そこは城崎温泉とはまた違ってシルクのような温泉ということでシルク温泉っていうのがあるみたいなんでちょっと行ってみたいなと思ったんで今から行っていきたいと思いますんでよろしくお願いします。むちゃくちゃお肌がスベスベになるっていうことなんで向かってます。あそこですよ。見えてきたね。シルク温泉やまびこ。やまびこすごい大きな施設やな。でも日帰り入浴って書いてあった。書いてあった。うん。ありがとうございました。シルク温泉到着。行きましょうか。はい。はーい。ゴー。まあ、すごい山の中にある感じの温泉ですね。
もう広場も気持ちいいな。お疲れ様でした。シルク温泉めちゃくちゃぬるぬるです。めちゃくちゃ良かった。つるぬるつるぬる、したたまるとかじゃないんですけど、浴場とかもつるんって滑るぐらいぬるぬるだった。最高、イエーイ。Up in the stars.